さんこんにちは。アッキーです。私は今和束町のメリハラというところに来ております。ご覧ください。どうですか、あなたも一本ドーン。巻いているのがネットです。遮光率 85% ありますね。いいよ、ね、人工的に光を遮断してですね、こういうふうにかぶせることによってですね、うまみと柔らかさと、そして渋みが抑えられるということで、まあ、これはあの天茶になるんですけども、天茶でございます。これは約大体12日ぐらいこうかぶせてあります。いやで、こうやってですね、こうちょっと緑が濃くなってですね、こう柔らかい目になったこの二番茶の芽をですね、今から刈り取りたいと思いますけども、その前にもこのネットをですね巻き取って、こういうふうにこの何もかぶってない状態にしてから茶を刈りたいと思います。これ自家掛けっていうんですけどね、自家掛けってネットって言うんですけど、まずはこれを剥がさないことには茶を刈ることができません。ました。